ちょっと今説明したことをね、理論的に確認していきましょう。はい、まず、理論的にちゃんと、えー、確認しておいてもらいたいのが、収束が確認されているということですね。はい、人口もある値に収束してるし、一人当たりの消費量、これもある値に 収束しておりますこの場合ですね、その収束先である極限は、経済学的な用語なんですが、この極限をですね、極限はステディステート定常状態になっているという言い方をします。数学的には定常状態と言わずに fixed point、不動点と。 その差分方程式のね差分方程式のですよ差分方程式の定常状態あるいは不動点、まあ、差分方程式がこうあって明日の値が今日の値の関数で決まりますっていったときにその今日の値がある特別な値だったら 明日の値も同じになっちゃうような、そういう点のことを、そういう値のことを不動点っていうふうに数学では言うんですね。これがフィックスポイントの定義です。よろしいでしょうか。この収束先が数学的には不動点になっているということですね。その人口でもう世の中その人口だったらもうそれ以上増えもしないし減りもしないということです。ということで、この不動点を シシミュレーションではなくてきちんと式の上で求めていきましょう、はい、人口の増加の仕方がこういうふうに1人当たりの消費生活水準で決まりますよでマルサーさんの考えは皆さんのイメージと違って、えー、環境が良ければ、えー、どんどん人は増えて環境が悪ければ人は 増えないいっていうそういうすごいナイーブなカブトムシ的なイメージですねはいこのマルサスさんのモデルにおける定常状態を計算していきましょう人口の不動点一人当たりの消費の不動点総産出量の不動点ですねこれらはですね以下の式を満たしますまずこの上の式 今日の人口も明日の人口も変わらないと一緒。いいですかつまり、定常状態、経済の定常状態、行き着く先においては、1人当たりの消費量は、この G の逆関数ですね。逆関数に1を代入したものということになりますが、今僕らの 設定スペシフィケーションでは G っていう関数は a かけの c の B 乗ということでしたのでこれが1ということはつまり経済が行き,行き着く先の1人当たりの消費量は A 分の1の B 分の1乗ということになります。もうこの時点でねあ Z も L も関係ないじゃんということがわかると思います。Doesn't depend on L nor Z。これがマルサスのモデルね。正しいかどうかは別として、これがマルサスさんのモデルの一番大事なインプリケーションっていうか、まあ、ほぼ仮定みたいなもんだけども、まあ、インプリケーションですね。あとはおまけです。 人口や総産出量の不動点も求めていきましょう。一人当たりの消費は、総産出量を総人口で割ったものですが、産出量は L と労働投入量で決まりますので、これがですね、Z×L のアルファ序 人口のマイナスアルファ乗ということになります。ということで、ちょっと途中をはしょりますが、ここのところをね、えっ、ー、と、式を変形していただくと、人口が行き着く先のマイナスアルファ乗は、 1>, 1人当たりの消費量が行き着く先かける、z のマイナス1乗 L のマイナスアルファ乗ということになりますので、人口の行き着く先は、両辺をマイナスアルファ分の1乗していただいて、c のマイナスアルファ乗分の1、z のアルファ分の1乗かける L と。 いいですかね。両辺をマイナスアルファ分の1乗してください。で、もう C はね、C バーはもう分かってますから、C バーはこれですからね、C バーはもうこれって分かってますので、それを代入してやれば、人口の行き着く先も求まるし、あとはそれ2つかけてやれば、 総酸質量が行き着く先も数学的に,元に求まります。はい。こうですねで。大事なのは、さっきも言った通り、書くか。一応書きますね。Most important implication.Implication of マルサスのモデル、これはですね、最初はね、最初はすごい土地があって、比較的少ない、もうアダムとイブしスがいないとかね、そんなんだとあの生活水準高いかもしれないけれども、最終的に行き着く先、この C バーですね、これは、does not depend on L nor Z ってことなんですね。 つまり長期的に見ると技術とか土地の量は生活水準には関係ないということです。結果だけ覚えないでね結果だけ覚えてああそうなのか技術は生活水準には関係ないのかっていうふうに結果だけ覚えられちゃうと勉強しなかった方が良かったっていうことになってしまうのであくまでそうこういう世界ではこういう数学で こういう結果になるって、その、ワン、ツー、スリーをちゃんとまとめて覚えておかないと、最初の、こういう世界では、いや、でもそういう世界じゃないからってなると、あじゃあ結果も当てはまらないね、当てはまらないねということになるのでね、そのストーリー全部あのまとめて覚えてくださいね。これ、マルサシアントラップね。 はい。さっき見た通り、マルサスの時代はまだ産業革命がね、始まりかけた頃だったから、まだね、その生産要素って言ったらね、土地だったんですよね。でもやがてやっぱ生産要素って言ったら、土地よりもね、もっとその工場とかね、あるいはソフトウェアとかね、機械とか、そういったものはね、土地と違って、まあ増えるもんだからね、そのキャピタル、資本っていうのはまあそういう風に増えていくもんなので、この後のソロの、ノーベル賞を取ったソロの 成長理論だと生産要素は土地 L じゃなくてキャピタル K でそのこのキャピタルの量はだん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 ね時,代時間が経つにつれてキャピタルはだんだんアキュミレートされていくということになりますので次回はそういうソロの成長理論を勉強したいと思います。